ガリキブレイということでですね、硫黄銀行編特訓ということで、これから笠原プロと一緒に、あ、プロじゃないですか、あ、じゃあ笠原選手と一緒に、今も日本ラグビー24位なんで、まあ、実力的に言うともう本当プロみたいな、登録してないだけですよ、はい、で、選手と一緒に10ポイント対決をしてもらえるということで、前回は片山プロと4ゲーム選手してもらったんですけど、まあ、ちょっと時間も時間ということでいろんな選手とやっていきたいんで、これから10ポイント選手、はい、でお願いしたいと思います。まあ、戦績ちょっとなんか自己紹介お願いしていいですか。今年あったロイヤルカップの100万のシングルスダブルス優勝と、その次の週にあった山梨オープンでも3位優勝ですかね。最近2週連続、はい、賞金総額100万円台が優勝しているということで、ぜひ優勝します。お願いします。お願いします。わあ、アウトだったと思う。アウトだったと思う。アウトですか。惜しい。今のところの意気込みいいですか。ちょっと負けれないんでちょっと頑張ります、はい、おー、OK です。おお、ナイスショー。まず相手に打たせることが大事っていう風にアドバイスもらって、あ、いやらしくね、ただ返すだけじゃなくて、ほうほうほう、次俺がこうしっかり相手に打たせようとして、あの低くやろうとしたらガシャって上に行っちゃったから、なるほどね、いやらしさっていうかが大事って言われました、ね、なるほど。ガリキブレイ、ありがとうございます。ということでですね、これから硫黄銀行特訓編ということはですね、あのポイント対決をしてもらえるということで、河野選手に今日は来てもらいました。お願いします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 。河野選手は戦績で言うとダブルスの戦績が本当すごくて、うん、大学の春間夏間、あとインカレとインカレインドアンですね、全部優勝、まあ、全部1回ずつですけど、はい、優勝しました。おー、すごいですね。すごいですね。10分の大会で言うと賞金総額100万円の大会でほぼ優勝ですよ。優勝回数は数えてないですけど、はい、数えきれないぐらい、はい、数えきれない数えきれないぐらい優勝しているということで、もともと柳川高校出身なんですか。はい、そうです。柳川早稲田で、柳川早稲田、はい、なるほど。
じゃあ結構もじゃシングルスでもでもあれですね、シングルスでもベスト8と4とか。ジョップはこの前4月4、100万円総額の大会で4入りました、はいはい、じゃあやっぱりダブルスが得意っていうことはやっぱこうボレーがすごい得意。そうですね、高校生の時は結構ガンガンストロークでやってたんですけど、大学の途中ぐらいから急に入らなくなって、まあ周りのレベルにちょっと置いていかれたのかもしれないですけど、はい、そこでちょっとプレースタイル変えていって、はい、ネットプレー多めのスタイルで社会人はやってます。片山プロがなんか変則的なプレーを見せてやれってさっきなんか言ったの聞こえてたんで、はいはい、じゃあちょっとより強度深めの変則でいきたいと思います。じゃあ10ポイント対決で、はい、お願いします。お願いします。お願いします。だいぶ変則的ですね。これしかできないっていうのが正直なところです。あ、そうなんですね、はい、でもすごいなんか攻めて前に詰めてるんで、なかなかユニークだなと思います。ナイスよ。ガランキプレイというとですね、伊予銀行特編ということで、最後に中川選手とこれから10分選手をさせてもらえるということで、お願いします。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 で、今日本ランクは何位なんですか？日本ランクは38位です。38位。おー。で、最近の直近のジョップの大会だと戦績で言うとは準優勝とかベスト4とかこのあたりですね。大会のグレードで言うと賞金総額100万の大会で準優勝、はい、次は本当にトップ選手で活躍している選手なんで、はい、今日はお願いしていきます。お願いします。お願いします。はい、じゃあ最後の対決になってくるので、はい、最後もしっかり頑張っていきたいと思います。はい、振り絞ってください。みんなマジで強い。でも強いね。いやマジでね。本当にめっちゃいい、めっちゃいい経験になってる。本当に、うん、こうやって強い選手と毎回こうやって打てる機会があったら、格下の選手とやった時にやっぱ違うよね全然、うん、その脅威っていうか、なんか一人それぞれなんか違うよね、なんか強さっていうか全体的に強いけどなんかさ、強さ違う、いろんなプレイヤーの人がいて、そうそうそう、で中川選手の場合めっちゃバコいから、そう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 、めっちゃ楽しいですね、うん。
おお。はい、ということですね、伊予銀行特編がすべて今終了したんですけど、結果は、全選手に、負けてしまったんですけど、自分の中ですごい本当たくさんの収穫があって、強い選手とこうやって打ってもらう、まあ、ポイントしてもらわないとやっぱ分からないことっていうのはたくさんあるんで、しっかりこうやって北信越100万円の大会の前にここでトップで活躍してる選手とこういうポイント対決できたっていうのは絶対に自分の中で次の大会に生きると思うんで、まあ、悔しさはもちろんあるんですけど、しっかりこの悔しさをバネに力に変えてまた練習頑張っていくんで、次は僕の目標は次はジョップの大会本戦で2回勝つことなんで、うん、最近はこう1回勝てるようになってきたんで次は2回、はい、でやっぱ2回勝つにはどうすればいいかって言ったら、やっぱりこうシード選手をやっぱ倒さないと2回勝てないじゃないですか、うんうん、そうなった時にやっぱりこういう伊予銀行のトップ選手だったりとか、まあ、違う団体のトップ選手と当たると思うんで、まあ、だからやっぱこうやって自分から、コンタクト取って特訓させてくださいって言って今日は来たんで、だから今後もやっぱたくさんの強い選手と練習してもらえるように、いろんな選手にコンタクト取ってまたこういう特訓編やっていきたいと思うんで、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてください。お願いします。はい、で僕のスポンサーのティヌさん様、ギフタンメンさん、ガラギプレイということですね。今日は試合ということでですね、新潟県の長岡市に今日は来ています。はい、で今大会のレベルは賞金総額100万円の大会になっていて、ちょっと低いんですね。はい、いつまでもちょっと低めに入っていく、